ありがとうです。ヤンカーさんありがとう。涼しい涼しい。秀一さん、クマありがとうございます。アリがクマ、そう、朝顔ね貼り付けたいの。なんか、ここの部分これで正解貼り付けたのよ。陣来さんもありがとう、ありがとう。カズさん、アッキーさん大好きマンさん、ありがとうございます。今日は9枚目シングルラストのお話し会でした。ありがとうございました。ラストだね。カズサさん、あ、タワーかな、ありがとうございます。何タワーなのかフラミンゴフラミンゴで合ってるっけ。ありがとうございます。ありがタワーです、ありがとう。またお礼させていただきます。ありがタワーです。今日もありがとう。トラさんありがとう。日向さん、ワイリンガルさん、ありがとうございます。朝顔が咲いてる、もう朝かって、まあまあ朝のところもあるよね。私のこの半径1メートルくらいは朝朝ってことにしとこう。よっちゃんもありがとう。ビルマさんめっちゃ可愛い、ありがとう。微妙だな、微妙だな。なんか部屋暗い、なんか気のせい、気のせいか。私の目がきっとずっとあれだね、今日はずっと明るい場所にいたので目が明るさに慣れすぎて暗く見えるだけでしょう。今日はね、お話し会、浴衣を着させていただきました。浴衣の日でした。たまやー、うちわも余ってた。夏祭り感。浴衣はね、これは今日初めて着た浴衣、今年初めての浴衣です。かわいいでしょう。もうね、自分の私の趣味で選んだら絶対的に紫系になっちゃうってことがもう判明した。白地に紫が私一番好きなの。分かんない、もう好みが変わったら分かんないけどね。去年もね、とかも確か紫の浴衣で、その前とかも紫だった気がする。なんか全部全部こうなっちゃう。ツナマヨさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう。チョイチさんめっちゃ可愛い、ありがとう。嬉しい、みんな褒めてくれる。浴衣かわいいって、やった。
このね髪飾りも今日初めてお見せするやつなんですよ。でも一個前に持ってたのも白と紫の花だったのだからちょっと既視感があるかもしれないけど、これこの髪飾り自体はあんまり今髪はもう見せれないんですけど、初めてのやつ、ちょっと前持ってたのよりね大きいかも。炭酸せんべいさん、陣来さん、ありがとうございます。ありがとう。自分で来たのって良い質問ですね良い質問なのかな。おやす生活さん、かわいいふとありがとうございます。よっちゃんもありがとう。今日は朝配信して浴衣私着れるかなとか言ってさ、浴衣着る予習しなきゃ、自分で着るから予習しなきゃって言ってさ、なんか YouTube 見てたじゃないですか。今時ショート動画で浴衣の着付け紹介教えてくれるんだとか言ってショート動画見て、何個か見て3分間ぐらい見てさ、朝私あもうバッチリ着れる、いける気がする、 OK とか言って言って3分ぐらいでもう見るのやめちゃって、そうそうそう、謎に自信満々で私は出かけたわけなんですけど、お話し会会場へ向かったわけなんですけど、まずももちゃんもね、今日リッセンももかちゃんもね浴衣着てて、着る日で朝からその話して、じゃあちょっと一緒に頑張ろうとかって話してて、いざねその着替える場所に行って、もうももちゃんがすでに先にちょっと着ようとしてて、もう私でもさちょっとあれ？ショート動画で見たはいいもののなんか全然あれどうしたらいいんだろうってなっちゃってでももちゃんにねいろいろこうするんだよこうするんだよって言って教えてもらって、初めの方を頑張ってたんです自分で。あれなんかでもすごい右と左の長さが足の長さが合わないとかっていろいろ苦戦したりしてて、そしたら何だったかな、もうしばらく苦戦してたんですけど苦戦してたらマネージャーさんがね来てくださって、え着れる？みたいな感じで聞いてくださったので、助けてくださいって助けてください、着れないかもしれないですって言って着させていただきました。おかしいな、朝はあんな自信満々だったんですけど、あんなに自信満々だったのに そう、でもすごい優しい世界で私は救われました。ということで無事ね1時間目からしっかり浴衣着れて参加することができました。いやなんかねちょっと思ってたのと違った、なんだろう、何が違ったんだろう、違ったんだろうな、思ってたよりなんか私の思ってたより難しかったな。去年のお話し会は自分で来たんですよ。だからなんかその時は割とすんなり切れて、あ意外といけるなとか思ってたんですけど、なんかちょっと違いました。そう、竹を合わすの難しかった、予習が足りなかった、ちょっと長さが長いとかだったのかな、どうなんだろう。でも無事切れた、優しい世界のおかげで切れました。
そうでね、私5時間目オンラインサイン会の時間から髪型がね 1,2,3 時間目の時と違ってたんですけど、ももちゃんがしてくれた休憩時間、待って、あ、落ちそう、止めた。そう、ももっこ先生がしてくれたまとめ髪してくれたの。もともと私お団子にしようって思ってたんだけど、もうなんかあんま時間がなくて、もうねここだけ編み込んでこっちで普通に下ろしてた、下ろすっていうかまとめて結んでた、普通に結んでたんですけど、休憩時間、ももちゃんと今日ね席お隣に座ってて、髪型どうしようみたいな話してた、してくれたの。え、するよ、まとめ髪。メールでも送った、ももちゃんがしてくれてる途中の写真。ももちゃん器用だよね、なんかね、髪の毛ヘアメイクするの好きらしくて、マネキンをね買おうか悩んでるって言ってた。すごい。ね、そう、なんかもう本当にありがとうって言ってたら、いや、その逆に練習させてくれてありがとうってももちゃん言ってて、優しすぎんかって思った。優しすぎんか、天使すぎんか、天使すぎたね。ツナさんありがとうございます、ありがとう。コーラさん、あありがとうございます。水鉄砲ひるまさん、涼しい、ありがとう、ありがとう。そうということで、オンラインサイン会の時からはね素晴らしいまとめ髪で、まとめ髪で聞かせていただいておりました。ゆきさんありがとうございます、ありがとう。山井さん結婚は嫌、結婚は嫌。トトトトトトト、サイン会の開始がねちょっと遅れちゃったりして、終わるのも遅くなっちゃって申し訳なかった、申し訳なかったです。ちょっと諸事情、トラブルにより、すごいバタバタしちゃって申し訳なかった。ぜひ届くのを待っててくださると嬉しいです。今回はシークレット生写真ということで、浴衣でした、浴衣でした。なんかねそのサイン会の時にちょっと言おうか迷って言わなかったんですけど、その書いたサインとかをねいろいろ
してくださる、その書いた後をしてくださるスタッフさんがいらっしゃって、いつもは結構というか、まあ、机があって、なんだろう、ちょっと少し、まあ、ちょっとし距離、ちょっとの距離があってからのスタッフさんがいてくださるんですけど、今回はなんか急遽ね、簡易的というか急遽新しく作っていただいた机でやったりしてたのでちょっと近くてなんか気まずかったです。気まずかった。そうっていうのをね、その時言おうかと思ったけど間近にいるから言えんかったね。圧はそんなでも感じんかった。可愛いお方でした。父さん結婚は嫌です。嫌です。そう、女性の方そう、なんかいつもよりだいぶ近かったの。今日浴衣のメンバー結構多かった気がするな。チェリバオさん結婚は嫌だよ。みんなに風を送ってる。お、ありがとう。ありがとう。また話そうね。あ、涼しいだって涼しいでしょ。すごいコメントも優しい。コメントも優しい。おちきよさん涼しい、ありがとう。あ、いや、だい、あ、ありがとうございます。もやし生活さん、トラさん、あ、トラさんいっぱいありがとうね。ありがとうございます。今度話したくなりましたって話しましょう。乃木坂さんのお話しましょう。待ってますね。次のお話し会がいつになるかがまだ未定だけど、それまで。そう、あのね、私お休みメール送ったんですけど、もう多分数十秒過ぎちゃって、時間ごめんなさい、届かなかった。お休みメールにもね、そういうこと確か書いてたんです。もう何書いたか忘れちゃったけどいや、明日の朝はね、もう来ない。夜に送ったメールはね、朝にはね、来ない。来ない。普段私、下書き、
下書きを書いてから、別のメモに書いてからそれコピペしてメール送るので、何書いたかって残ってるんですけど、その届かなかった場合も。でも今回はもう時間がないと思いながら、もうメールの送る送信のページにそのまま書いてたからね、もう何を書いてたか忘れちゃった。ごめんね。そう、間に合わなかったよ。ヤンカーさん、エイコンさん、山猫ポーズさん、涼しい、ありがとう、ありがとう。そう、何かちょっと記憶を遡ろうかな。記憶を遡ったら、話し会がもう次未定なのは寂しいですけど、配信とかメールとかライブとかツアーとかたくさんあるので、一緒に熱い、なんて書いたっけ、楽しもうねみたいなもう詳しく忘れちゃった。そういう系ですそういう系です。あと何書いてたっけな、なんか書いてたな、忘れちゃった。なんかもう一話題書いてた気がするけど、それ忘れちゃった。なんとなく分かったそう、さやかにゃん、さやかにゃんはあの特典、ケイロナイト日本特典でチラッとさやかにゃんしたりしてたけど、もうその記憶はもう今私から消え去ってる。あ、そう、さっきツイートもしたよ、海ちょっと夜なのでちょっと詩人になってるかもしれんけど、タイムラインを海にしようのツイートしました。俺も海ツイートしたっていいね、いいね。今日は海の日なのでね、タイムラインを海にしようということで。海の思い出？でも結構本当に学生、福岡にいた時とかはなんか悲しいお気持ちの時はあの海を見に行くという一人で海を見に行くというあの歌詞に、歌の歌詞とかにありそうなことをしてました。思い出かな。そう、夜の海を見に行ってちょっとなんか海越しに見えるその光とかを見に行ったりしてそう、悲しいお気持ちの時があるじゃないですか、生きてたらね。そう、黄昏れてました。広島でもやってましたよね。広島の絵はあれです、海じゃなくて川でしたね川を見に行ってましたね。川が多いので広島は。
いや、石を投げたり叫んだりはしてないな。さすがにしてないかな。ちょっと怪しい人になっちゃうかも。そう。え、どうなんだろう。でもさ、歌のさ、歌詞である歌詞に、歌の歌詞にあるっけ、実際に。実際にそういう曲があるか分かんないけど、歌詞になんかされがちっていうイメージ、勝手なイメージがあるぐらいだからさ、みんな知ってる？みんな知ってることかな。悲しい時に海を見に行く。ツナさん、ありがとうございます。なんかね、すごい自分がちっぽけに思えていいよね、海って。海が広いから。としろうさん、ありがとうございます。ありがとう。そう、ちょっとあの全然話変わるんやけどさ、もう一つ優しい世界の話していい？今日の優しい世界の話。今日ね、お話し会が終わるのがちょっとあれ、終わってからもう帰りますっていうさ、みんなでまとまって帰るんですけど、帰る移動の車が出る時間まであんま時間がなくて、そう、ちょっとバタバタしててね、本当にふざけてね冗談で冗談でもう置いて帰っちゃうよみたいに言われたりしてて、あ、急ぎます急ぎますとかって言ってたんですけど、着替えますとかって言ってて、トラさん、いいね、ありがとうございます、いいね。そうだよね、今日終始バタバタしとったんよ。なんでだろう。いや、本当に置いていかれてないよ、優しい世界の話だから。そう、わーとか言いながら着替えようとしたら、浴衣っていっぱいいろんなものを結ぶんですけど、その帯をね結んでた紐が固く結びすぎちゃってて、私その結ぶときにね、その紐自分で結んでたんですけど、もう固結びしてみたいな感じでやってたから、本当にもう取れなくなっちゃって本当に取れなくて、やばい、これ本当に自分でこう頑張ってやってても取れなくて、一緒に着替えてる時にね、そう、ももちゃんもいて、ももちゃんも急がなきゃーって言って一緒に急いで着替えてたから、でもももちゃんもこう初めね取ろうとしてくれて、手伝ってくれて、それでも取れなくて取れなくて、で、そう、助けてって言って、その女性のねマネージャーの方に助けてって言って、またまた届けませんって言って、
ほどこうとしてもらったんですけど、それでもほどけなくて。すごい、もうこれ切るしかない。もう本当にどうしようもないから切るしかないのかなとか思ってた時に、ちょうどねその時私が助けてって言って行ったマネージャーさんとくるくるが話してて、くるくるが話してて、何の流れだったかな、なんかの流れでマネージャーさんが確か何かすることがあったり用事ができたのかな、何かで、じゃあくるくる、じゃあくるくるちょっとお願いみたいな感じのマネージャーさんがね流れになってくるくるがしたら、割と結構すぐにほどけて、ありがとうすごいくるくる、すごい手先がすごい器用、天才だってそう、みんな本当にたくさんやってくれたけど全然ほどけなかったのにね、くるくるちょっとほどいてくれて、ありがとうというおかげで私は救われて、無事に帯もほどけ、移動車にも置いていかれず帰宅することができました。ありがとうございましたという話でしたそう、優しい世界でしょ優しい世界の、あの世界は優しいんだけど、私はただずっとなんか助けてって言って騒いでた騒いでただけの人かもしれん今日。でも世界が優しかったです。はい、ゆいちさん、いいねいいね、ありがとう。そうそう、というお話かな。そう、ということで今日も一日皆さんお話ししてくださりありがとうございました。助けてくださったメンバースタッフの皆様もありがとうございました。あ、でね、その後、別の回でサイン会やってたんですけど、そのサイン会のところに忘れ物しちゃってその置いていくよって、もう置いて帰っちゃうよって言ってるマネージャーさんにマネージャーさんと一緒にそれを取りに行ったりした。もうそんな時間か、もうそんな時間か、やばいね。壇上読むね、壇上読もう、壇上読みます、ちょっと急ぎます13位純平さん、12位つなさん、11位一光さん、10位ゆずきちさん、9位とらさん、8位コーラさん嘘だ、7位やまいさん、6位つなまやさん、5位ビルマさん、4位もやし生活さん、3位かずさん、最悪に直し、2位翔一さん、そして1位かずささんです。ありがとうございました、ありがとう。そして明日さや吉の方はしんたんたんさんです。おめでとうございます。パチ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 、ということで感謝の一日でしたありがとうございました。みんな夜までさ配信話してくれて、これも感謝、ありがとね。明日火曜日祝日明けだけど一緒に頑張りましょう。いつでも応援してますじゃあゆっくり休んでね、おやすみなさい、ありがとね、いつもありがとう、ありがとう、おやすみなさいなんか今日ずっとバタバタ、配信までバタバタ、なんかを、あ、でもまだあと30秒もあるよ、30秒もある
今日はね本当に何だろう、なんでか分かんないけどちょっとバタバタしてたな、うん、楽しい一日でした、みんなのおかげ。まだ20秒もある。あ、テロップかけちゃう。でもテロップ何書こうかな、テロップ何書こうかな、テロップ、テロップ、絶対これ書く途中に終わるやつやん。